北朝鮮の金英鉄朝鮮労働党副委員長は19日、米国は大北敵対史政策を撤回する前に、非核化交渉について夢見てはならないと明かした。金副委員長はこの日発表した談話で、米国の米韓合同演習延期の決定と北朝鮮人権決議参加などを言及し、米国はことあるごとに非核化交渉を出しているが、 朝鮮半島の核問題の根源である米国の大北敵対史政策が完全に後戻りしないよう撤回するまでは議論する余地もないとし、このように明かしたと朝鮮中央通信が伝えた。金副委員長は、この談話で、非核化交渉の枠組みの中で、 米朝関係改善と平和体制樹立のための問題を共に討論するのではないとした上で、米朝の間に信頼構築が最も先であり、我々の安全と発展を阻害する脅威がきれいに排除された後に、非核化問題を話し合うことができると強調した。